視聴者さん、こんにちは。ずんだもんなのだ。ご機嫌いかがですか？東北キリタンです。今回から、以前遊んだシルバースレッドの続編を遊んでいこうね。シルバースレッドの続編は 1.5 作目と2作目が公開されています。今画面に表示しているのは 1.5 作目のレイトナイトトークだね。前作のシルバースレッドを見る衆の方は、ご自身で遊んでいただくか、我々の動画を視聴していただいた方がいいかもです。知らなくても楽しめるとは思うけど一応ね。メインキャラはこのお二人です。一部、制作者さんの開発ログに書いてあった二人のプロフィールを追記したのだ。アリシアさん、身長190センチもあったんですね。僕も背高くなりたいな。レイトナイトトークは短い作品です。なので、今回はレイトナイトトークの全部と、その後に続けて、2作目のゴスペルオブイブの序盤を連続して実況していきますよ。次回以降にゴスペルオブイブの続きを最後まで実況するのだ。注意事項をご確認ください。それじゃレイトナイトトークからスタート。現在時刻は午前1時。始まりました。画面に映っているのがアリシアさんだね。仕事中でしょうか。刻一刻とまぶたが重くなっていくのがわかる。このゲームは助手の視点でエクソシストのアリシアさんと会話しながら進行するのだ。ただ、ビーフォードの名前は出てこないので、自分自身が助手になったという妄想もできます。あなたが、お菓子を持ってきてくれてたらよかったんだけど。もしくは、何か暇つぶしができるものをね。ここで一晩過ごさなきゃならない。普通、クライアントの家にこんなに長く滞在することはないんだけど、依頼主の彼女がどうしてもと言うからね。なるほど、依頼主の家で泊まり込みで仕事してるんだね。大変そうですね。お疲れ様です。時間が過ぎていくな。今回は助手はビーフォード君という体で行くよ。よろしくお願いします。ここで選択肢、アリシアさんが持ってる本について聞いてみます。それは聖書よ。面白いの？不満ないよって言われそう。冗談でしょ。仕事じゃなきゃ手を触れることすらなかったでしょうね。相変わらず正直ですね。本当に二人ともここで一晩過ごさなければならないのか。これは最悪だ。この家は幽霊が出ないって言ってなかったって？そうなのか。ならどうして一晩ここにいるんです？聞いてみよう。出ないわね。今夜は何も起きないだろうけど、念には念を入れておきたいの。どうやって納得したの？この家の持ち主は44歳の女性で、彼女は夫の死を一人で暮らしているの。そうだったんですか。もしかして旦那さんの幽霊が出るという話なのかな。彼女の訴えはただ原因不明の物音や物が動くこと、しかも一人暮らしのため誰もその話を裏付けることができないの。家を調べてみると、家自体の配管や構造はすでに古くひどい状態だった。物音と勝手に物が動くのはおそらくそこからのもの。旦那さんはどうやってお亡くなりに？全く異常な亡くなり方ではない。心臓の病気ね。気の毒なことに彼は亡くなった時に40歳にもなっていなかった。まだお若いのに。本当にこればっかりはね。手術に失敗して亡くなったの。しかもここではなく病院でね。マジですか。本当にやりきれないだろうね。旦那さんは彼女の唯一の家族だったの。彼女はこの奇妙な出来事は亡くなった旦那さんが残したサインだと言い張るのだけど、孤独な彼女の判断を鈍らせるのね。お祓いして本当にいいんでしょうか。自分でも吹っ切りたいのかもね。じゃあなんでこの案件を引き受けたの？払うふりはできますよ。ああ、今月の家賃が払えないからよ。エクソシストって基本的に仕事不足な気がします。依頼を断る余裕はなさそう。何よ、そんな目で見ないで。まだ払わなきゃならない請求書があるんだからね。ビーフォード君、お給料もらえてるのかな？現物支給かも。また実際悪魔払いが必要ないケースの方が多いとしても、私はこういうタイプの依頼も受けることにしている。キーな出来事というものはまだまだ起こり得るのだから。ともかく夜は落ち着くことね。メルカ、時間を潰せるものを見つけなさい。アリシアさんが一人で監視カメラの映像を見て見張ってくれるんだね。部屋の中を調べられます。一つずつ見ていくのだ。まずは窓の外です。夜中の1時、街は静まり返っている。ここではなく自分のベッドで暖かい毛布にくるまっていたらよかったのにとあなたは思う。
ああ、どんなに恋しいことか。何かが外からあなたを見ている。どういうこと？気のせいじゃないんですか？警察事案だったりするのだ。もう一回調べても詳細はよくわかりません。他のところを調べるか。アールグレイラテだ。アリシアは実はコーヒーを飲むのが好きではない。あなたはそれで十分なのかと驚いている。アールグレイも美味しいですよね。実は甘党だったり。そしてまた彼女は決して多くの睡眠を必要としないようだ。ショートスリーパーというやつですか。次は PC を調べるのだ。僕たちは家中にセンサーやカメラを設置したが、このスクリーンは全てを監視するのに役立っている。全部自前なんですか？センサーとか監視カメラって結構値段ピンキリだよね。バスルームで何か動いたような。え、またですか？寝ぼけてない？もしかしたらあなたの気のせいかもしれないが。うーむ、次はロザリオです。怖いな。ロザリオだ。アリシアはいつも持ち歩いている。誰かからのプレゼントかな。彼女は無宗教なのだ。あなたはそれが見せかけだと考えるだろうか。次は壁を調べます。何かが天井から垂れてきている。この家古くてガタが来てるのかもね。家の状態が悪いって言ってましたもんね。あたりは暗い。あなたはそれが何なのかわからなかった。きっと幽霊なんているわけないのだ。そうですよね。このボードは。買い物リスト、パンフレット、イベントのポスター。どれもこれも古いものだ。これらのメモや書類は10年前のものだ。もしかして旦那さんが亡くなった時のまま。とても辛いのだ。今よりも幸せだった時代を祀る病だ。気の毒な女性だ。彼女はまだ前に進んでいないのだ。悲しいな。悲しいです。全部調べ終わったのでアリシアさんに話しかけます。あなたは部屋を見て回った。本当にこの家には幽霊が出ないのか。ここで選択肢なのだ。どちらでも途中の会話が変わるだけでエンディングは同じです。下を選ぶよ。いや、何かがおかしい。次の3択は一番上の天井の血を選んでみましょう。相手にされなさそう。天井の血を見なかったのか。一体何の話。気のせいでしょ。私はそんなバカネタもの見てないわよ。そうだろうか。多分夜があなたの心を乱すのだろう。というか多分アリシアが幽霊に鈍感なんだよ。ずっと考えてたんだ。数学だ自然にできる人とそうでない人がいるようにさ。そして他の人より嗅覚だ優れている人がいるようにさ。幽霊を見ることができる人とできない人がいるのかもしれないよ。それがどういう仕組みなのかはわからないけれど、ただこういうケースには落胆することを想定して望んでいるの。やっぱり本当に悪魔払いが必要なケースはそうそうないんでしょうね。多分ね。すでに中上霊障が関係していると考えている場合には曖昧なものに直面した時に認識を改めることになる。人間の脳というのは知らないことを嫌うの。常にパターンを見つけようとする。そして何かがおかしくて説明が見つからない場合、脳は後悔して恐怖を生み出すよりも安全である方が良いと考える。怪談の多くはそうやって生まれる。録画も確認してみた程度、何も映っていないわね。何か具体的なものが出てこないかしらね。アリシアさんにホラーゲームやらせたらどうなるかな。意外とうまかったりして。確かに。まだやってるの？もちろんやってるわよ。前にも言ったけど、私がエクソシストになったのは幽霊の本当の証拠を見つけるためなのよ。そうだったんだ。幽霊がいる証拠。すでに亡くなって幽霊でもいいから会いたい人がいるとか。でも受任する案件が増えれば増えるほど不可能なことを探し求めているような気がしてならないの。時間を無駄にしているだけなのかなとも思う。多分いつかはさ。急いでるってわけでもないんだろ。アリシアさんが元気づけられてますね。見つかるかな。そうね、急いでは見ない。いいからもう寝なさいな。私がここで監視を続けるから。ではお言葉に甘えて。じゃあおやすみ。おやすみ。あなたはソファーに横になった。朝が来ても何一つ異常は見当たらなかった。ああ、あなたは全部の機材をまとめ上げる気になれない。おそらくあなたはもう少し眠り込むことだろう。ゲームはここで終わりだね。深夜のせいかアリシアさんが心を開いて話をしてくれた気がします。
アリシアさんに助手は不要じゃないかと思ってたけど、そうでもないのかもね。やめるを選択したらバイバイって言われましたね。じゃあ2作目のボスペルオブイブを続けて遊んでみようか。これがトップページですか。左がアリシアさんで右がビーフォード君ですね。なんか窓の向こう側に誰かいない？どうも不安ですが、早速始めましょう。気を取り直してスタート。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスを蘇らせたと信じるなら、あなたは救われる。これは聖書の一節か。新約聖書の一節で、ローマの信徒への手紙、ローマ書などの名前で呼ばれる箇所だそうです。ふむ。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。なんかノイズが。場面が変わりまして、2022年10月はそうです。ここは海辺かな。教会も見えますね。いや、長い車の旅だったね。ビーフォード君だ。少しイラストの雰囲気が変わったんですね。前よりさらに目がパッチリした気がするね。あそこがそうなの。思ったよりずっと寂れた感じだな。そのはずよ。アリシアさん。アリシアさんはさらにイケメンになったね。ビーフォード君、アリシアさんの助手のお仕事ちゃんと続いているんですね。いいコンビだよね。平日にこれだけ静かな教会もそう珍しくはないのよ。ほんと、僕は教会をこんなに身近に感じたことはなかったと思う。あれ、ビーフォード君のお家はクリスチャンじゃないのでしょうか。前作ではお父さんがエクソシストとしてアリシアさんを呼んだんだったね。ワクワクしてる。いや、ほとんど僕が不可知論者だからといって追い出されないよね。大丈夫でしょう。仕事で来てるんだから、そのことは言わないようにね。見た感じアリシアさんはこの教会の関係者じゃなさそうですね。教会が外部のエクソシストを呼ぶ事態ってどういうことかな。私も今日だけは信心深いふりをするわよ。待ってよ、無宗教なの。初回されたと思ってたけど。私が日曜日に教会に行くのを見たことある。私はあの証明書をオンラインで30ドルで手に入れたのよ。アリシアさんは超現実主義のエクソシストですもんね。先行きが不安だけど、教会の人の前ではスーパーエクソシストとして振る舞うのだ。うわ、二人ともクリスチャンですらないっていうね。いいスタートが切れたな。どうして教会がエクソシストを雇うんだろうな。よりにもよってまず幽霊が出なさそうな神聖な場所だと思うんだけど、そのあたりの事情はどうなんでしょうね。お墓とかあるなら怪談話とかは普通にありそう。信心深かったり敬虔だったりする人ほど幽霊を信じるものなのよ。教会はこういう噂の温床になりやすい。それよりも部外者を雇うことの方が驚きだわ。信徒がよく思わないでしょうか。相当必死なんじゃないのかな。よし、じゃあ行って僕たちのクライアントに会おうか。おっと、移動、調べる、会話コマンドが出てきたね。周囲を調べてみましょう。海を調べようか。仕事で来たんじゃなかったらもっと景色を楽しめたのにな。何を楽しむの。ただの水じゃない。そう、まさにその通りなんだよ。都会は息苦しいと思うことはない。そうでもないけど、その自然に対する感謝の気持ちのなさは何なのさ。意外とウィーフォード君がツッコミ役なのかもしれないです。次は教会を調べようか。最後に教会に行ったのはいつ。覚えていない。仕事で時々行く程度ね。最後に教会の説教を聞きに行ったのは確か14歳ぐらいかしら。両親が行かせたんだけど家を出てから行くのをやめたわね。凍えそうだよ。大丈夫。私のコートが欲しい。アリシアさん優しい。イケメン。かなりバカみたいに見えるんじゃないかな。なんか職場の上司と部下って雰囲気の会話じゃないんですよね。友達同士っぽい。すでにパーカーの上にベストを着用しているのに、どうしてこれ以上悪くなりようがあるの。二人が喧嘩する前に教会に入りましょう。そうするのだ。移動コマンド選択です。ごめんください、エクソシストですなのだ。いらっしゃったのですね。このシスターが偉い主でしょうか。ジョーカはいいね。道に迷われたのではないかと心配しておりました。大変な運転だったでしょう。携帯電話の GPS で解決できないことはないんですよ。そうですね。お二人がエクソシストということでよろしいのですね。私の名前はナオミと申します。この教会に修道女として仕えております。ええ、電話でお話ししましたね。私はアリシア・ウィルカーシャーです。
そしてこの子は私の助手のビーフォードです。あんまりエクソシストっぽくないって思われてそう。ビーフォード君はパーカー姿ですからね。子供、本当に彼女の言うことは信じられませんように。彼女は僕よりたった4歳年上なだけですので、よろしくお願いします。頑張ってキリッとして見せてそう。うん、これはキッズですね。まず最初にその幽霊と思われるものについて詳しく教えていただけますか。教会の敷地内で幽霊が目撃されたと電話でおっしゃっていましたが。そうなのです。お願いします。教会から怪しきものを追い出してくださいませ。その吐き気さえするような存在を何とか捉えることができたのです。そんなにヤバいもんまでたのだ。一体どんな幽霊が出たんでしょう。とりあえず詳細教えてくださいなのだ。先日私たちの教会では小さなポットラックイベントを開催したのです。ポットラック、食べ物の持ち寄りパーティーでしたっけ。参加者のいたずらじゃないのだ。イベントの写真が届きまして、一部の写真がおかしいことに気がつきました。見てください、全くもって恐ろしい。あ、思ったよりくっきり写ってる。右側の部分ですよね。これは本当に幽霊なのだ。チャンネル登録、高評価、よろしくなのだ。